アレクサンドル・コンスタンティノビチ・グラズノフは、ロシア帝国末期及び、ソビエト連邦建国期の作曲家、音楽教師、指揮者、ペテルブルク音楽院の院長を1906年から1917年にかけて務め、ペトログラード音楽院及び、ロシア革命後のレニングラード音楽院への改装になった。グラズノフは、ロシア楽団における民族主義と国際主義を巧みに言わさせた。 重要人物である。サンクトペテルブルクの富裕な出版業者の家庭に生まれる。9歳でピアノの13歳で作曲の学習を開始。ロシア5人組のかつての指導者バラキレフはグラズノフ青年の才能を認め、その作品をリムスキー・コルサコフに注目させた。バラキレフは14歳か15歳の高校生の作品を何気なく私のところに持ってきた。 それがサーシャ・グラズノフの曲だった。あどけない手法で作曲された還元楽曲だった。青年の才能は疑いようもなく明らかであったとリムスキー・コルサコフは回想している。バラキレフはその後間もなく1879年12月にグラズノフ青年をリムスキー・コルサコフに紹介した。リムスキー・コルサコフは自分はグラズノフの個人教師であると考えていた。 彼の音楽的な成長は、日ごとにではなく、文字通り時間ごとに進んだとリムスキー・コルサコフは、記している。二人の関係も変化した。1881年の春までに、リムスキー・コルサコフは、グラズノフを門弟としてでなく、年少の同僚とみなすようになった。このような発展は、リムスキー・コルサコフの側で、同年春に多界した、ムソルグスキーの精神的な変わりを見つけなければ、 ならないという念願から起こったのかもしれないが、同時に、グラズノフの最初の公共曲の進展を見守っていて、起きたのかもしれない。リムスキー・コルサコフは、グラズノフの公共曲第一番、スラブ風の初演を指揮した。グラズノフが16歳の時である。ナカンズク、ボロディンとウラディーミル・スターソフが、作品と作曲者を激賞した。イリア・レーピン作画による、ベリア・エーフ像褒め言葉よりも、 重要だったのは、グラズノフ作品の賛美者であり、中でも、その一人が富裕な材木商人で、アマチュア音楽家でもあったミトロファンベリアーエフであった。ベリアーエフは、アナトーリリアードフによって、グラズノフの音楽に引き合わされ、この若者の音楽の行く手に激しい興味を、かきたてる。グラズノフは1884年に、ベリアーエフに、西欧旅行に連れ出され、バイマルで老居賞。 フランツリストに出会い、同地で公共曲第一番、スラブ風を上演してもらっている。やはり1884年にベリアーエフは音楽ホールとオーケストラを借り切って、グラズノフのスラブ風公共曲と、リハーサルの成功に気を良くしたベリアーエフは、翌年のシーズンにグラズノフらの作品による公開演奏会を行うことを決心する。この目論みは、 1886年から1887年のシーズンに開会されたロシア公共学演奏会へと膨らんだ。1885年にベリアーエフはライプツヒに自前の楽譜出版社を創設し、グラズノフやヤードフ、リムスキー・コルサコフ、ボロデンらの作品を自費で出版した。すると、新進作曲家がベリアーエフの援助を懇願するようになった。 提出された作品を選定してもらうため、ベリアー F は、レアドフや、リムスキー・コルサコフと共に出版社の顧問に就任するようグラズノフに依頼した。ベリアー F を囲んで結成された作曲家集団は、結局のところ、ベリアー F サークルとして名をなすようになった。グラズノフは、やがて国際的な賞賛を受けるようになる。それでも八百九十年から百九十一年まで、 創作上の行き詰まりを経験している。この期間を抜け出すと、新たに成熟期へと進み、1890年代に3つの公共曲2つの弦楽四重奏曲そしてバレエ音楽、ライモンダと式を完成させた。1905年にペテルブルク音楽院の院長に選出されるまでのアイラグラズノフは創造力の頂点を極めた。 この間の最も有名な作品に公共曲第8番とバイオリン競争曲がある。この頃が国際的な名声の最高潮の時期でもあった。1907年5月17日にパリでロシア史演奏会の最終日を指揮し、オックスフォード大学とケンブリッジ大学からは名誉音楽博士に任ぜられている。作曲活動25周年の節目の年にはペテルブルクとモスクワで、 全曲自作のみの祝賀演奏会が開かれた。グラズノフは1888年に指揮者デビューを果たしている。その翌年にはパリ万博で自作の公共曲第2番を指揮した。1896年にロシア公共楽協会の指揮者に任命されてもいる。1897年にはラフマニノフの公共曲第1番の悲惨な初演を指揮した。後に、 ラフマニノフ未亡人は、その時グラズノフは顔が真っ赤で酔っているように見えたと言う。この申し立てを肯定することはできないものの、ショスタコービチ曰く机にアルコール一瓶を忍ばせておいて、抗議の合間にちびりちびりと飲み干してしまうような男にはあながちない話でもなさそうだ。酔っ払っていたのであろうとなかろうと、グラズノフにはその公共局に、 十分なリハーサルをつけることができなかったのであり、指揮法に熟達することはなかったものの、それでも指揮が大好きだった。たとえ自分が指揮の才能には恵まれていないと承知していたにせよ、グラズノフは時折自作を、特にバレエ、ライモンダを指揮した。時に冗談で私の作品を批判するのは構わないけど、私が名指揮者じゃないとか有名な音楽院の院長じゃないなんて言ったら、 承知しないよと言ったという。第一次世界大戦とその後のロシア内戦の困難のさなかに、グラズノフは指揮者として活動を続けた。工場や会館、赤軍の駐屯地などでコンサートを指揮した。ベートーベン没0百周年記念行事において、グラズノフは解説者並びに指揮者として大役を果たした。ソ連を離れてからは、1928年にパリで、 自作の夜会を指揮した。これに続いて、ポルトガルやスペイン、フランス、イングランド、チェコスロバキア、ポーランド、オランダ、アメリカ合衆国でも、指揮台に登った。1899年に、ペテルブルク音楽院の教授に就任。2月革命の勃発と、院長リムスキー・コルサコフの解雇と再雇用を経て、グラズノフが1917年まで院長に就任した。 第一次世界大戦の末期においては音楽院の開祖の責任者であった。実のところこれが主な理由となって長年出国を待ちかねていたのかもしれない。在任中にグラズノフは頼むことなくカリキュラムを改善し学生と教職員のために規律を高め学校のイベント自治を守った。異様の一つにオペラの練習場と学生オーケストラの設置。ショスタコービチは グラズノフには変わったところやおかしいところが多々あったが、それでもグラズノフが進んで、自分の時間や心の平穏、そして想像力を音楽院のために犠牲にしたと認めている。グラズノフは、実際についた地中音楽院に詰めており、区学生の暮らし向きに、不正的な関心を示した。毎年学期末になると、何百人もの学生を個人的に諮問して、 その人物像や適正な評価を記した推薦状を無数に作成した。困窮した学生に同情心から巨額の収入を分け与え、時には政府に掛け合って学生の置かれた立場を訴えた。1922年にソ連政府はグラズノフの創作活動を容易にするようなその業績に見合う生活条件を決定した。グラズノフはすでにげっそりと痩せ細り、 当時の多くのソ連国民と同じように困難な生活を過ごしていたにもかかわらず、そんなことより音楽院に滝着を送り、多くの学生が校内でもっと快適に学習できるようにしてほしいと要望した。すると滝着が運び込まれたという、当局者をやり過ごす際のグラズノフは落ち着き払って動じなかった。革命前に何人のユダヤ人が入学したかを問われて、グラズノフは、 ここではそんな数は数えていないと答えを返した。ユダヤ人の音楽家は自分たちがペトログラードに住めるようにグラズノフが当局者に会って許可をもらっていたことを知っていた。グラズノフのおかげでヤッシャハイフェッツやナタン・ミルシテイン、ミッシャエルマンらは上京して学習することができたのである。ショスタコービチはグラズノフがユダヤ人音楽家に見返りを求めたりはしなかったと述べている。 誰にも自分の好きな土地に住む権利があれば芸術が廃れることもないはずだと感じていたからである。ショスタコービチの証言によるとグラズノフのアルコール依存症は不幸にしてシラフでは授業ができない段階にまで進んでいたかもしれない。ショスタコービチの学生時代にはグラズノフは室内学しか指導していなかった。グラズノフは教室で演奏されている音楽を中断しまいと 教団に腰掛けていた。グラズノフは小声で口数少なく、授業が終わる頃には、ボソボソと話し、さらに口数が減った。グラズノフがシラフだったのかは怪しいにせよ。グラズノフの威信については、疑問の余地がない。グラズノフの名声ゆえに、ペトログラード音楽院は10月革命以降においても、数ある高等教育機関の中で、特別の地位を与えられたからである。 グラズノフはボリシェビキ体制と、とりわけ教育省ルナチャルスキーと健全な協調関係を築いた。それでもなおグラズノフの保守主義は音楽院内部で非難された。教授人からより進歩的な学校経営を要請され、学生からは大幅な権利の承認を要求されたのである。グラズノフはこれらの要望を破壊的で不当であるとみなした。音楽院に疲れたグラズノフは、 1928年にウィーンで開かれたシューベルトの没後100周年記念行事に出席するのを後期として国外に出たきり二度とソ連に戻らなかった。グラズノフが最終的に1930年に辞職するまでマクシミリアン・シテーンベルクが不在の委員長の代理を務めた。グラズノフはヨーロッパとアメリカ合衆国をめぐりパリに定住した。ロシアを不在にしているのは 体調不良のせいだと言い張っていたので、それ以外の理由で国を捨てた。ラフマニノフやストラビンスキーとは違い、ソ連における尊厳を失わずに済んだ。1929年に、パリの音楽家によるオーケストラを指揮して、指揮全曲を電気録音で残した。同年64歳で、10歳年下のオリガ、ニコライエブナガブリロバと結婚した。前年に、オリガの娘エレーナガブリロバが、 グラズノフのピアノ競争曲第2番変貌町長作品100のパリ初演でピアノを弾いており、後にエレーナはグラズノフの養子となり、エレーナ・グラズノバと名乗るようになった。エレーナは1928年にピアニストのセルゲイ・タルノフスキーと結婚した。タルノフスキーはパリ時代のグラズノフのマネージャーも務めていた。タルノフスキーと離婚後はヘルベルト・ギュンターと再婚して、 エレーナ・ギュンター・グラズノバと名乗った。グラズノフが70歳でパリに隠しすると、その不法は多くを驚かせた。長年グラズノフは、今の音楽ではなく、過去のものと結びつけられてきたために、多くの人がグラズノフが、まだ健在だったと初めて知ったのであった。グラズノフは、音楽の分野においては非常な振動として、認められており、 恩師で友人のリムスキー・コルサコフの手助けで、ボロディンのいくつかの対策を保湿した。グラズノフは、一度だけピアノで演奏された、イーゴリコーの助曲を、記憶から蘇らせて、再構成した。しかしながら、ショスタコービチの伝聞によると、酔っ払ったグラズノフが、再構成した。ボロディンの助曲は、実際には、自分の曲なのだと漏らしたという。グラズノフは、 自分で書いた楽曲を、あえて完全に、ボロディンの手柄だとしたのである。ボロディンの作風を完璧に模倣する能力は、グラズノフの音楽的な想像力の証である。ボロディンを作者としたところに、グラズノフの人となりの多くが現れていると、ショスタコービチは感じたという。一人の人間が、他人に代わって優れた楽曲を作り、酔っ払って喋ったのはともかく、そのことを伏せておくということは、 なかなかできるものでない。普通は、正反対のことが起こるものだ。つまり、他人の着想や、まるまる一曲さえ倒作して、自分のものとして押し通すといったことだ。ショスタコービチの証言には、グラズノフの記憶力について、同様の多くの逸話が載っている。さらに有名な逸話の一つは、セルゲイ・タネーエフが新作の公共曲を携え、サンクトペテルブルクを訪れた時のものである。 タネエフの訪問相手は10代のグラズノフを隣室に隠していた。タネエフが主人のためにピアノで自作の公共曲を弾いて聴かせると別の客がタネエフを祝福した後こう切り出した。君に才能のある若者を合わせたいのだが彼も公共曲を作曲しましてね。そう言うとその人物は隣室からグラズノフを連れ出し主人がサーシャお客様に お前の公共曲を聴かせて、おあげと話しかける。グラズノフ青年は、ピアノの前に腰掛けると、タネエフの公共曲を最初から最後まで演奏した。たった一度聴いただけで、それも閉まった扉越しに、である。グラズノフは、老いても記憶力が衰えなかった。ショスタコービチが伝える、別のイズワは、ペテルブルク音楽院の作曲家に入学を、志願してきた。 永遠の学生についてである。志願者は自作のピアノ・ソナタを披露した。グラズノフは聞いていた。志願者が引き終えるとグラズノフは言った。私が間違っていなければだがね、君は、第二主題はもちろんクズみたいなものだったのだが、とショスタコービチは言う。印象は格段に違った。ストラビンスキーは、年代記の中で、青年時代にグラズノフの完成された、音楽形式。 対法の純粋さ、処方のおどみなさと確実さを非常に尊敬していたと認めている。15歳の時ストラビンスキーはグラズノフの弦楽四重奏曲をピアノ独奏用に編曲している。ストラビンスキーの公共曲編補調長は当時流行のグラズノフの公共曲をかなり模倣しており、自作の基本的な修正の際に同じ調整のグラズノフの 公共曲第8番をひな型に用いてもいる。グラズノフに対する敬意は時が経つにつれて変わった。ストラビンスキーは回想録においてグラズノフは最も性に合わない人間の一人だとして公共曲編補長長の非公開初演の際に経験した不吉な前兆についてこのように述べている。グラズノフは演奏の後でとても良い、とても良いと言いながら ストラビンスキーのところにやってきた。その後ストラビンスキーはこの出来事を思い返して、グラズノフは演奏会の後、通路に立っているストラビンスキーのそばを通って、ストラビンスキーにこう話しかけたと畳みかける。グラズノフ曰く、あんな曲にしては、還元楽法が重苦しかったねと。ストラビンスキーに言わせれば、自分の音楽が選んだモダンな傾向を、グラズノフが支持してくれなかったということになる。 だが、グラズノフばかりがこうした偏見に陥ったわけではない。二人の恩師リムスキー・コルサコフも、また、音楽院で徐々に進めたアカデミックな手法に馴染むうち、裁判年までに心底から保守化している。グラズノフは、リムスキー・コルサコフとは違って、アカデミズムに厳格に従うことによって、ロシア音楽がアイロにはまり込む可能性については、心配しておらず、 それで、リムスキー・コルサコフのように新しい発想や技法をしぶしぶ認めるという態度を取りもしなかった。グラズノフがストラビンスキーに遠慮がちに接する機会はたまたまあった。ただし、他人が居合わせ、グラズノフは花火の演奏に接してドイツ語で才能はない、不協和音しかないと漏らしたと言われている。グラズノフは、とどのつまりはストラビンスキーを 還元楽法の王としてしか認めていなかった。1912年に、ブラディーミル・テラコフスキーに、ペトルーシュカは、あれは音楽じゃないね。でも、還元楽法が見事ですごいんだと述べたという。グラズノフが嫌ったモダンな傾向の作曲家は、ストラビンスキーだけではなかった。ショスタコービチは、ドビュッシー以降の新世代の西欧の作曲家を、非難する際に、 グラズノフが気取った騒音屋と呼んでいたことに触れている。フランツ・シュレーカーの楽劇、遥かなる響きがレニングラードで上演された際、グラズノフは作曲家の名前に引っ掛けて、ドイツ語で恐ろしい音楽だと言い放ったという、音楽界にはびこる無秩序に自分が役目を果たしていたのではないかと時々不信になることもあったようだ。ある時、ドビュッシーの ボクシンの午後への前奏曲の送付に見入って、大変趣味の良いオーケストレーションだ。作曲家の手並みもいい。リムスキーや私が、まさか現代人の堕落に感化しているということか。と漏らしたという。しかしながらグラズノフの言い分としては、ある曲が不協和であると分かったからといって、聴くのを止めたりはしなかった。むしろ理解しようとして聴き続けた。グラズノフは、このようにして、 ワーグナーの音楽を洞察したのである。ワルキューレを数回聴いただけでは何も理解できなかったが、10回目にとうとう理解して大好きになった。自分が学生時代にグラズノフ、ショスタコービチはペトログラード音楽院に13歳で入学し、音楽院で最年少の学生となった。ピアノをレオニード・ニコラー F に、作曲をマクシミリアン・シュテンベルクに指示し、 コツコツと骨身を惜しまず精進する学生になった。グラズノフはショスタコービチに若き日の自分の面影を見出したのかもしれない。シテエンベルクの講罪は、ショスタコービチの進歩について注意深く助言し、ショスタコービチに博士号を与える際には、教授職につながるより高い学位を目指すように、ショスタコービチに進めた。実家の経済的な混乱から、 ショスタコービチはこの機会を利用することができなかった。1926年3月12日にニコライ・マルコ式レニング・ラードフィル・ハーモニー還元楽団によって行われたショスタコービチの公共曲第1番の初演の手配もグラズノフが行っている。これは同じ音楽ホールでグラズノフの公共曲第1番が初演されてから44年後の出来事であった。 公共曲が大旋風を巻き起こし、舞台上に現れた青年作曲家が不格好にお辞儀すると会場が湧いたというのも、さながらグラズノフの青年時代の再現であった。グラズノフは、ひとしきりの深酒のために気づくと、ボリシェビキ政権によって、ウォッカやワインの専売店に出入りすることを、ごハットとされていた。しかしながら、ショスタコービチの父親が、 上流種を入手していたことを知る。ショスタコービチにとって、グラズノフの父親への要請を取り継ぐことは、気の重い日課であった。第一に、その要求は、父親を致命的な危機に陥れかねえなかった。見せしめとして誰が、ボリシェビッキに銃殺されるのかは、知れたものでなかったからである。第二に、音楽院で優等生でいられたのが、賄賂のせいだとは誰にも思われたくなかったのだ。 グラズノフの姓をラテン文字に転写する際、グラズノフの他に、グロッサノーブとするドイツ語方式、グレイズノーブとするフランス語方式がある。日本ではフランス語式の綴りに惹かれたためか、グラズーノフとする傾向が見られるが、本来のアクセントの位置は上記の通り別である。詳細は、グラズノフの楽曲一覧を参照グラズノフの作品は、大まかに言って、ロシア国民学派を受け継いだ。 民族主義を基調としつつ、チャイコフスキーの流れを組むロシアロマン主義と融和させた作曲様式が認められる。前者からは、色彩的で華麗な還元楽法や豊かな火星法を、後者からは、叙情的な旋律と洗練された優雅な表現を取り入れている。また、後年、ロシアのブラームスとの異名を取ったように、年を経るにつれて、対法的な構想や、綿密な同期労作による、 構築性、変装の技法の援用といった特徴が強まった。グラズノフの今日最も有名な作品は、バレエ音楽、ライモンダと四それに、いくつかの後期の公共曲、それから二つの演奏会をワルツであろう。ヤッシャハイフェッツがひいきしたバイオリン競奏曲は、今でも時折上演、録音されている。最後の作品となったサクソフォン競奏曲は、 当時の西欧での流行を取り入れる能力が示されている。ただし、音列技法、曲小形式といった20世紀初期の運動は、やり過ごし、世紀の変わり目までに完成させた洗練された手法から後ずさりすることはなかった。グラズノフの音楽的な成長は矛盾に満ちている。アカデミックな手法に心底不満を抱いていた、ほとんど独学の国民学派の作曲家から、 グラズノフ青年は偶像のように祭り上げられた。最初の二つの公共曲はバラキレフやボロディンによって実践された国民学派の技法の集大成のように見える。グラズノフは二十代前半までにアカデミズムと国民学派とのカンカン学学の論争がもはや無意味なものであることを悟った。作曲はロシアの民族音楽に根差してはいたものの、 グラズノフは作曲技法を熟知したおかげで洗練され、垢抜けた音楽語法で作曲することができるようになった。公共曲第3番を手始めに、グラズノフはチャイコフスキーに似た手法で自作をことさら国際的にしようと試みた。だが、公共曲第3番は過渡期の作品である。グラズノフはこの作品が大問題を引き起こしたことを認めている。グラズノフの成熟期は、 第4番からである。アントン・ルビンシテインに検定された第4番は、西欧を見据えたロシア人によるかなりコスモポリタンな作品として作曲されたが、それでも音色は曲がう方なくロシア的なままである。第5番においても国民学派の伝統と西欧的な作曲技法の統合が図られている。第7番を作曲するまでに、 音楽院の職責のためにグラズノフの作曲の筆が鈍り始める。おまけに第8番以降では深酒のために想像力に継承がなり始めていたのかもしれない。第9番は一つの楽章をスケッチしたものの未完成に終わった。グラズノフの作品は8つの公共曲とその多多数の管弦楽曲、5つの競奏曲、7つの弦楽四重奏曲、 二つのピアノソナタとその他のピアノ曲など様々な器楽曲のほか、歌曲がある。三つのバレエ音楽を残したもののオペラは残さなかった。バレエ音楽レシルフィードはショパンのピアノ曲の寄せ集めをグラズノフが還元楽化したものであり舞踊家ミハイル・ォーキンとの共同制作だった。リアドフがバレエリュースのための火の鳥を完成できなくなると おばちが回ってきたのだが、グラズノフはこれを断り、結局、当時は無名のストラビンスキーが火の鳥を完成させた。グラズノフはラフマニノフと同じく後半世において時代遅れとみなされたが、近年においては音源の普及のおかげもあって、その創作力がより徹底して認識されるようになってきた。八曲の完成された公共曲がある。 公共曲第9番は未完に終わった。メロディスペインのセレナード、ありがとうございます。